皆さんこんにちは、イフ奥村とイフ戸松です。本日なんですけども、こちらのワゴン GL をベースとした WB8、 あと大人気のリビングサルーンというカスタムがございますので、こちらを紹介していこうと思います。シェラー VTR スタート。はい、ではワゴン GL の WB8 リビングサルーンのシリーズになるんですけど、はい、今回はカスタムコンプリートパッケージ、はい、まあもう WB8 のもうカスタムコンプリートってセットでね、はい、ついてきてる感じでご契約いただくパターンが多いんですけれども、はい、まずフロントリップアイデンティティのフロントハーフスポイラーが装着されてまして、はい、今回 1.5 インチのローダウンさせていただいて、V9 の17インチで、横浜の PA03 のホワイトレターのタイヤがついてるという形になります。で、パッケージに入ってる 3D バイザーがついてる形になります。はい、WB8 リビングサルーンの内装のご紹介していきます。はい、メイクアプションでね、パワースライドドアがついてるんで、はい、自動ドアありのお車になります。はい、で、今現時点はベッド展開の状態となります。はい、でリビングサルーンと WB8、はい、何が違うのかっていうところをまずご紹介したいと思うんですけれども、はい、WB8 の主要基本一緒なんですよ。はい、はい、なんですけれども、まずシューズトレーですね、はい、こちらシューズトレーが入っておりまして、であと下にある間接照明ですね。はい、はい、合計4箇所。あ、これあったら夜でもね、暗くても足元が、そうですね、ドアを開けていただいたら、点灯するように、はい、通常は設定させていただいてます。はいはい、でそれ と、また人気な商品が入ってるんですけど、はい、こちらのね、ダウンライトボードですね、はい、でこちらなんですけど、ワゴン GL なので運転席の方でオンオフをしていただけると。おお、本当ですね。はい、でこれもこの設定は基本でさせてもらってて、タッチで調光もできて、でしかもこれ優れものなのが、長押ししていただくと暖色に変わると。何段階ですか？3段階ですね。これで消える、こういう感じですね。はい、はい、だこれもリビングサルーンにはもう標準でついてるっていう形になります。はい、ではちょっとベッド展開から乗車の方の展開していきたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあそれでは、一度ね、こうベッド展開の状態でどれぐらいの広さがあるのかっていうのを、奥村さんに1回乗車、はい、いつもの通りしていただいて乗っていただきたいと思います。はい、はい、それでは乗ってみようと思います。はい、はい、じゃあもう安定の広さですね。そうですね、はい、今4列目のところに来ました。先ほどの続きにはなるんですけれども、まずリビングサルーンのテーブル、はい、テーブル、通常の WB8 はオプションで、はい、日本足テーブルとか選んでいただくんですけれども、リビングサルーンに関しては標準装備になっております。結構 WB8 を契約されたお客様、必ずと言っていいほどつけてますよ。そうです ね、はい、やっぱ対面で使えてっていうのがすごく便利なので、はい、いつもご注文いただいてます。はい、であとダウンライトの調光、はいはい、ちょっとやっていただこうかなと思います。はい、3段階ですね。そうですね、今消えました。はい、はい、これが一番明るい状態。そうですね、でその状態で長押しをしていただく、はい、お、変わりました。そうですね、暖色に切り替わる、はい、結構優れものなんですよ。はい、なので運転席でオンオフができるので、はい、ドライビング中とかでも調光もできるので、はい、色をどちらかしていただいて明るさも調整していただくっていう形になりますね。はい、これ色変えれるから、こっち側は暖色で、こっち側はちょっと白っぽい色にとかもできますよね。そうですね、だから そこに座られてる方が明るさも調整できて、うんうん、まあ、飛行機とかもできるじゃないですか。そうですね、そういう形で調整していただけるので、はい、明るすぎず、はい、まあ、その時に応じた明るさに調整していただければと。記憶のシステムついてるんで、はい、この状態でオフにしたら、はい、再度その状態から光が。あ、それいいですね。はい、毎回こう設定しなくていいってことなんですね。そうですね、なので今ドアが開いてるんで、はい、真ん中ついてるんですけど、はい、オフにしていただいたらダウンライトだけっていうのは光らすことができるので、はい、結局あんまり明るすぎるのもっていうのがあると思うん で、 そうですね、全部明るくしたいときは全部点灯にしていただければ全て点灯するんで、はい、その時の状況に応じて調整をしていただくことが可能となっています。これでも何がいいかって、
ワゴン GL ってもともとルームランプがこちらになるじゃないですか。そうですね。2列目の方からしたら後ろになって、4列目の方は結構前やから明るかったりするじゃないですか。そうですね。でもこのシーリングライトやったら2列目のなんと上にもあって、そうです、4列目の上にもあるっていう。そうなんです。すごいですね。結局ね、あのハイエースの車ってまあコミューター2つついてたりするんですけど、はい、欲しいところに意外にルームランプがないんですよ。確かに。うん。なのでこういう形で6発ですね、はい、つけると部分部分で均等にルームランプとしてつけていただくことも可能なので、はい、便利なアイテムとなってます。本当に。しかもこのテーブルの上にちょうど来るようにあるんで一つ。そうですね。やっぱり使うのってここが結構メインだったりするんで。はい。はい。わ、すごい。やっぱおすすめですね。そうですね。シーリングライトは。はい。では、その状態で通常の乗車パターンの展開をしていきたいと思います。はい、お願いします。はい。では、まず天板戻していくんですけれども、まずこちらの天板を外していただく。前ね、これ質問いただいたんですけど、うん、結構重たいんですかって言われたんですよ。うんうん、で結構女の方やって、うん、できますかみたいな質問いただいたんですけど、うんうん、全然あの、しっかりしてるけど、重くて持てないってことはね、そうですね。そうですね。ちょっとね、天板、うちのやつ、ここに関しては大きいんで、はい、重量感多少あるんですけど、うんうんうん、全然女性の方でも、そうですよね。はい。外していただいて、つけていただいては全然できると思うので、はい、でまず、横に天板を入れていただいた上で、はい、ここにバンドがあります。で、こちらにもバンドがあります。で、止めていただく。はい、これで、この WB8 のウォークスルーがまず、できる形になります。はいはいはい。だこれは一応ハーフベッドタイプですね。はい、そうですね。こちら側だけベッドキットを残した状態で、こちらは2名普通に、はい、乗車していただくことができる仕様となります。はい。で、次、一旦これを外していただいて、でそちらに置いていただきましょう。はい。こちらですね、天板を外していただく。はい、足を畳む。はい。で、こちらの方を、こちらのバンドで、はい、止めていただければ、これが通常の乗車パターンですね。はいはい、そうです。足元がね、全然広々。そうですね。してまして、この仕様の2本足ですよね。はい。こちらのテーブルを長い足に変えていただいて、置いていただいてロックをかけると。はい。はい。で、この状態で対面ラウンジの仕様になります。はい。で、いつも通り、僕がここに座ったとしても、全然広々と。はい、やっぱりこうご家族で乗られて、うん、おじいちゃんおばあちゃんも一緒に旅行行こうかなとか、うんうん、なった時でもお子様とお孫さんですね、はい、おじいちゃんおばあちゃんとこう対面で机もあって楽しく遊びながら乗っていただける仕様がこの WB8 だと思うので、はい、高さもほんとちょうどいい。そうですね。なんか男性でも別に低くないし女性でも高くないしで、うんうんうん、ちょうどいい高さになってます。そうですね、はい。まあ、実際2名座っていただいても全然余裕あるので、うんうん、はい、すごく使い勝手がいいかなと思います。はい。じゃあシューズトレーなんですけれども、はいはい、ちょっとね、わかりやすいんで、一緒に今回のウッドのカラーを一緒に説明したいと思います。お願いします。はい。今回、リアデッキテーブルでシューズトレー。で、こちらリビングサロンで標準でついてるタイプで、もちろん WB8 でシューズトレーが欲しいって言われる方は、注文いただければ、つけることももちろん可能です。はいはい、一応2段になってまして、まあ靴を置いてもらったり、小物を置いてもらったり、うんうん、まあそこはもうね、お客様の自由に使っていただければいいかなと思います。はい、で、今回木目は黒木目の木目調を使わせていただいてます、はい。で、リアデッキテーブルなんですけれども、まあカスタムコンプリートのパッケージに入ってるんですけど、はい、今回、IF のセンターコンソール取り付けさせていただいてるので、はい、いつものカップホルダーついてるじゃないですか。はい、それに関しては、干渉してくるので、取り外ししてます。要するにカップなしのリアデッキテーブルを今回使用している形になりますね。センターコンソールのリア部分4つあるんで、十分ですもんね。そうですね。はい。で、あと、こちらなんですけれども、はい、USB ですね。はい。はい。ここが2つの USB がついてるので、はい。要するにベッド天板が乗ってても、こちらから USB で充電とか、はい。そういうのを全てしていただけるように、こちら WB8 もリビングサルームも両方設定させていただいてます。例えば、はい、WB8 ご契約いただいたお客様で、はい、このダウンライトだけ欲しいとか、はい。いうのは、
可能なんですか？それは大丈夫です。例えばリビングサロンの中でシューズトレイいらない、はい、間接照明がいらないっていうパターンであれば WB8 でダウンライトだけ取り付けていただく方が価格はお安くご購入はいただけるので、要するにいるものいらないものっていうのは、はい、まあ、これは IF のコンプリートパッケージ、いろんなパッケージあるんですけど調整ができるっていうすごくいいメリットがあると思うので、はい、そうですね、この電気欲しいよねっていうので思ってるだけであれば正直ダウンライトだけ設定させていただくっていうのは追加オプションで可能となってます。まあでも結局あれもこれもってなってきたらね、お得なパッケージになってるんで。そうですね。でもね、やっぱご契約いただいてるお客様で間接照明なくてもいいよとか、はい、シューズトレイはなくてもいいよって、はい、やっぱりそうお客様実際おられるんですよ。はい、なのでそういうお客様は WB8 購入していただいて、ダウンライトとでテーブルのオプション、はい、実際その WB8 とリビングサルーンって大体20万円ぐらい変わるんですよね、金額で言うと、はい、であればオプションテーブルついてダウンライトボードつけるってなれば、はい、11、2万で両方取り付けが可能になるんで、はい、8万円安くなるそうですね、っていう風に思ってもらったら、はい、ついてるパーツが減っていくので、はい、そちらはその時その時でお客様の方から選んでいただいて、はい、オプションとして設定していただく、もしくはもうリビングサルで全てついた状態でっていうのを選んでいただける状態になります。はい、じゃあ後ろのね展開いきたいと思います。とまずポップアップシートなので、この状態でポップアップをしていただく。でポップアップをするとこういう感じになるんで、まあ大きい荷物乗せていただいたりとかももちろんできます。で片側ポップアップをすれば長物も乗せれる。しかもこちらを通常の椅子の状態にしてたとしても、前2人、2列目2人、3列目後ろ向き2人、4列目も2人、要するにここのスペース空けた状態で8人乗車っていうのも可能となってます。でしかも両方ポップアップしてる状態でも実質は6名乗車していただくことができるんで、通常の市販でまあ売られてるミニバン、まあ、アルファード、ベルファイア、ノア、ボクシー、セレナ、ステップワゴンの車と違ってポップアップすると4人しか乗れないとかっていうことがなくて、すごく便利な仕様がこのワゴン GL のお車になります。はい、じゃあ前回りですね、はい、カスタムコンプリートのパッケージプラスアルファ、今回先ほどご説明させていただいた通りセンターコンソール付けさせていただいている形になるんですけど、はい、まずコンビハンドルですねとシフトノブ、はい、インテリアパネル、はい、でこちらも黒木目で全て統一させていただいている形になります、はい、でナビの方は通常通りカスタムコンプリートパッケージのカロツリアの7インチのラクナビを装着させていただいております、はい、先ほどね電気つけたり消したりしてたんですけど、うん、ワゴン GL は標準でここにルームランプのオンオフがついてるんで、はい、ここをダウンライトと連動させて、要するに走行時運転手の方がここでオンオフをしていただければ後ろを点灯さすことができるっていう形になります。あとこちら、これもカスタムコンプリートのパッケージに入ってるナビ連動の USB と HDMI のポート、こちらの方を増設してるので携帯でのミラーリング、まあ、YouTube 見たりだとかそういうところにも使っていただけるようにさせていただいております。はい、あとね今回ちょっとシートカバーの色なんですけれども、はい、ブラックブラックの IF オーシャーデザインの方になってます、はい、でバケットシートのタイプになってるんで、はい、しっかりホールド感もあるっていう形になります。はい、あといつものね恒例のセンターコンソール、はい、セパレート式、はい、セパレート式で、はい、指を挟まない、挟まない、はい、ゆっくり閉まる、ゆっくり閉まる。今回このお車に関してはオプション設定はさせていただいてないんですけれども、はい、こちらのさっき説明した USB HDMI ポートをこちらの中に増設することも可能です。移動ですね、こちらじゃなくてこの中に、はい、通常の USB と最近多いタイプ C の充電器っていうのも、ワイドボディに関しては2つ付けるところがあるんで、どちらも併用して付けていただいたりとか、 HDMI ここでいいよっていう場合はこちらに USB の充電だけを付けるっていうことも可能になってまして、ここですね、そうですね、ここで栓をしてもらって蓋を閉めても
ケーブルを噛まない。ケーブルが噛まない。はい、隙間がある状態で線を出していただく。はい、だから邪魔にならないっていう ね、 そうですね。線がごちゃごちゃしないっていうのが、このコンソールの特徴となっております。はい、もう入荷待ち状態ですもんね。そうです ね、 ね。大変お待ちいただいてて、申し訳なかったので、はい、ちょっと生産量増やさせていただいて、はい、まあ、それでも現状ちょっと待っていただいたりとか、あると思うんですけれども、はい、結構ね、供給はだからだいぶ数増えてきてるので、はい、今までよりお待たせはしない形にはなるかなと思います。こちらなんですけれども、パノラミックビューモニターのメーカーオプションで選ばせていただいているので、はい、ナビの方に360度のカメラとバックが映る感じになるので、まずこう通常通りバックを入れていただく。であれば360度と映る形で、こちらに切り替えのボタンをつけてます、はい、で360度なしでバックのみっていう形で切り替えすることも可能です。通常のドライブの走行とか入ってる時に純正のカメラスイッチがあるんですけど、こちらを押していただいても、フロントカメラですね、押していただくとサイド両方とも全てカメラで映るようになっているので、はい、巻き込みだとか、はい、その前の、女性でも運転しやすいですね、それがあったら。そうですね、いざやっぱり前がないと言っても前が見えないんで、もう全てカメラでチェックしていただけるようになってるんで便利だと思います、はい、であと純正のね、デジタルインナーミラー、こちらの方もメーカーオプションで取り付けさせていただいている状態になります、はい、いかがでしょうか。IF の大人気カスタム IFWB8 にさらにパワーアップしたリビングサルーンのご紹介をしました、はい、今回ご制作させていただいた WB8 リビングサルーンなんですけれども、お客様のご要望で、まあ、ボディは黒で全体的に全て黒く統一してほしいっていう依頼でご制作をさせていただきました、はい、やっぱりね、通常の WB8 とは違ってリビングサルーンっていうだけあってね、ダウンライトだとか足元の間接照明とか、やっぱりそういうところで高級感がさらに増す仕様となってるので、はい、高級ラウンジの WB8 のそのさらにワンランク上を行く仕様とさせていただいてますので、ぜひご検討いただけたらなと思います。その他にも IF にはたくさんカスタムがございますので、ぜひ一度 IF のホームページをご覧いただければと思います。カタログもね、パワーアップして2024年バージョンがね、そうですね、また分厚くなりましたし、はい、はい、カタログも無料送付してますので、ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。